よろしくお願いします。撮り終えてどんな印象が残りましたか？映画を撮り終えたというより、本当になんかその去年の夏、自分が生きていた映像みたいな感じなので、いまだになんか撮り終えた感想っていうよりは自分の過去のことを話すような、なんかそっちに近いような感覚があって、はい、なんかそう明確な言葉ではごめんなさい、説明できないんですけれども。大西さんはね、その牧さんとお仕事されてどんな印象をお持ちになりましたか？カメラの前に立った時に本当に、うん、その世界、本当に役としてそこにいて、そこに一部の隙も嘘もなくて、そういう人を前にすると やはり芝居って一人でするもんではないんで、それに対して自分も反応自然にできたし、牧陽子さんとの、ね、元こう夫役っていうので出てきますけれども、いやもう やるしかないみたいな感じでしたよね。ですね、はい、もうね、あのシーンは、あのシーンは、はい、まあ、あのどうこう考えても、こう牧さんが何も一言も言わないんですけど、ただもう来いっていう、なんかこう来いよみたいな、なんかこうすごいそういうのをこう無言で、ね、なのでもうこっちも もう思いっきり行くっていう。3本目は3本目なんですよ、あの兄の映画に出るというのは。でもこうがっつり割と長い期間現場にいたことは初めてだったんで、なんていうか最初は本当にもう監督と俳優という距離は確実にずっとできてたつもりだったんですけど、なんかどうも途中からふっと兄貴にダメ出しされてるみたいな気持ちになって、ちょっとイラッとしたみたいなことはあるんですけど、さあすぐまたそういう自分のそういうのを抑えて、あ、違うそういうんじゃないと思って、あのやってました。だそうですけど大森監督、俺はなんか全然兄弟なんつもりはないってインタビューでいっぱい言っちゃったよ。そうすいません、なんであんちゃんいや、なんかそのやり取りの感じがそばにいて心地が良くて、うそうなんだ、兄弟っぽいんですか？兄弟っぽいというか、そのもう揺るぐことのない信頼関係みたいなのが見えて、そういうものを感じていたので、現場で、あの奈緒さんが現場で言ってたのは、奈緒さーって言われるとなんかどうしていいか困っちゃうんだよねっていうようなことを兄貴の大森組のスタッフも昔からこう知ってるんで、みんな奈緒って言うんですよ。僕も言ってももう40なんですよねまあみんな年上なんでいいんですけど、ええ、そうですよね、本当にこの衝撃的なラブストーリーは見る皆様方のさまざまな心に響き、何かをきっと残すと思います。どうぞ皆さん、緊張するな、でも楽しんで楽しんでご覧ください。どうもありがとうございました。以上をもちましてさよなら渓谷舞台挨拶は終了します。皆さんに拍手お願いします。ありがとうございました。